ああ、待たせてすまねえな。って、静雄さん、まだ戦ってもいないのにどうして服がボロボロなんですか？ん？ああ、これか。ここに来る前に、まあ、いろいろ30人くらいぶっ飛ばしてきた。またそんな、いつも喧嘩してばかりだとみんなが心配しちゃいますよ。俺だって喧嘩したいわけじゃねえ。どちらかというと暴力が嫌いだ。まあ、どうしていつも暴れてるんですか？そりゃ自分の大切なものを侵されりゃ仕方なく暴れたりするし、そして池袋にはそういう奴らやイベントが他の町より少し多い。それだけ。自分の大切なもののため。それじゃあちょっと止められないな。気持ちわかるから。それでも暴力はやめろとか説教が始まるのかと。分かってもらえて嬉しいぜ。戦う理由は分かりましたけど、あなたを大切に思う人のためにできるだけ我慢してくださいね。フレームヘイズは常に二人で一人きり。ギルドだかなんだか知らないけど、群れるのが前提の戦いなんて理解できない。私、あなたみたいな人知ってるわ。ちょっと強いからってどこにでもソロで出かけちゃって、その上しょっちゅう危ない目に遭ってばっかりなのに全然懲りなくて、こっちがどのくらい心配してるかなんてちーっとも分かってない。そういう人よ。あなたもきっと誰かに心配ばっかりかけてるんでしょ。少しは反省しなさい。うるさいうるさいうるさい。私が誰に心配かけようと、そんなことお前に関係ないでしょ。でもお会いに行く様、私そういう人の手なずけ方に自信があるんだから。とりあえずこの戦いが終わったらお昼にしましょう。とびっきり美味しいバケットサンドをご馳走してあげるわ。 SAO の世界ではレベルが上がるといきなり強くなると聞いたけど本当なの？半分ぐらい合ってるかな。レベルアップは経験値が必要だから、いきなり強くって感じじゃないけど、ソードスキルに関しては確かに一度覚えればすぐにその技を使えるようになるわ。そう、不思議な仕組みなのね。自分が突然技を覚えるとかそういうのはとても理解できない。強くなるために努力するという点では現実世界とそう変わりはないんだけど、確かに知らないと想像しにくいわよね。そうだ、一度 SAO に来てみたら。刀以外の武器を使えたりするわよ。ニエトノの社内以外の武器を。想像もできないけど、一つの訓練としては面白い効果があるかもしれないわね。うんうん、なんだか楽しくなってきたね。それじゃあ一緒に行ってみますか。 SAO を最初から始めると誰でもレベル1からスタートなんだよね。弱いシャノちゃんって想像できないな。魔族トップってその妖怪とかお化けみたいなのがいっぱいいるんでしょ。そういうところで暮らしてて怖いと思うことはないの？いえ、特には。皆さん魔族登録もお済みですし、問題を起こす方はそれほど多くありませんからね。というよりアスナさん、妖怪やお化けが怖いのですか？すごく意外です。確か SAO には恐ろしい魔物が数多く生息していると聞きましたが。そうね、実体のあるモンスターならある程度は大丈夫なんだけど、神経はちょっと苦手かな。アインクラッドのホラーエリアもそれで攻略をお休みしちゃったし。そういうことでしたら今度そちらへ向かわれる際は私もご一緒します。二人でなら問題ないですよね。そうね、対魔族のスペシャリストが一緒なら心強いわ。
でもできればあのエリアには二度と行きたくはないのよね。どうにかならないかしら。って、ねえ聞いてる？どうしてかしら、木刀を担いだ姿が随分と様になっているような。そういえばキリト君もだけど、強いプレイヤーの人ってただ武器を持ってるだけなのに随分と立ち姿が絵になるのよね。やっぱりオーラみたいなのが出てるのかしら。そんなこと言われても全然嬉しくないんだけど。に木刀っていうギャップがある組み合わせも可愛いと思うわよ。別に可愛くなんてない。さっきから何なのあんた、私のことからかってんの？くだらないこと言ってないでさっさとかかってきなさい。ソードスキルも使わずに我流で木刀をそこまで扱えるなんて、今度うちのゲームにも遊びに来ない？その剣さばき見事なものだな。剣撃の速さや一つの正確さは加速の力を使っていると見間違えるほどだったよ。ぜひ手合わせ願いたいものだね、白い剣士殿。構わないわけど、あなたまさかその日傘で戦うって言うんじゃないでしょうね。それにその格好もあんまり動きやすそうじゃないし、なんだか61層ムシムシランドにいたイベント NPC を思い出すわね。心配はご無用、戦ってみればわかるさ。その時君は私につけられたワールドエンドという2つの意味を身をもって知ることになるだろう。あんなアバターを隠していたなんて、メルヘンな格好だからってお遊びが過ぎるわね。脱出不能のバーチャル空間で命がけのゲームをさせられる、そんなソリッドシチュエーションムービーのような状況からよく脱出できましたね。映画では最後は皆殺しに会うのがセオリーのようですが。ちょっと嫌なこと言わないでよ。まあ私たちも頑張ったのよ。レベルを上げたり、いい装備を集めたり。そういえば、君はそういうゲームとか得意そうよね。なんとなく雰囲気的に機械系に強そうな。そうでもありません。CAD の整備や調整は得意ですが、そもそもソードアートオンラインには魔法という概念がないと聞きます。俺から魔法を取ったらただの学生ですよ。ふーん。でも達也くん、体術もすごいって妹さんが言ってたわよ。ソードスキルの中には体術もあるし、案外ソードアートオンラインクリアの立役者になれたかもしれないわね。お褒めに預かり光栄ですが、その役目は黒の剣士にお任せします。まあ達也くんならハッキングとかであのデスゲームからも脱出できたのかしら。アスナと勝負するのって久しぶりだね。何度もみんなで狩りとか行ったりしていつも一緒だった気がするのに、本気で剣と剣をぶつけ合うのなんていつ以来だろう。そうね、初めて会った時に戦って以来じゃないかな。あの後急にスリーピングナイツのみんなのところに連れて行かれて、勝負よりそっちが印象に残ってるけど、前に戦った時は決着がつく前にやめちゃったからね。まあ僕がアスナと話したかったから勝手に剣を止めちゃったんだけど、ごめんねこっちの都合で。でも HP がゼロになるまでデュエルしちゃったら話ができないからさ。もういいわよ、あれは誰が見ても私の負けだったもの。でも私だってあれから腕を上げたんだから、前みたいに勝てると思わないでよね。もちろん僕だってそうだよ。悪いけど本気で勝たせてもらうからね。前の時よりもずっと腕を上げてる。今回はなんとか勝てたけど、次こそもう危ないわ。どうしてルシアンは
ルダと結婚してることを認めてくれないんですか？ルシアンは私の旦那様なのに。結婚ってゲーム内でのことよね。それをリアルに持ち込むのはちょっとどうかな。そんなこと言いますけど、アスナさんはリアルでもキリトさんとラブラブだそうじゃないですか。それはそうだけど、ほら SAO はいろいろと特別だから、オフで何度も会ったりしてるしね。私だってリッシャンと毎日学校で会ってます。それなのにどうして。もしかしてこれがリア充ゲーマーと引きこもり底辺の差ということなんですか。ちょっと急にどうしたの。確かにアスナさんは美人ですし、リアルお金持ちで頭も良くて料理もできて友達だって多そうですもんね。そんなリア充ネットゲーマー、間違いなく私の敵ですよ。ちょっとアコちゃん、こっちに戻ってきて。もしかして結婚相手の前でもダークな面を見せちゃってるの。それが原因で避けられてるんじゃ。たちがよく遊んでる仮想世界って一体どんなところですの？そうね、ゲームって要素を差し引いても素敵な場所だと思うわよ。いろんな人がいて、いろんな景色があって、そう、私とキリト君の子供でユイちゃんっていう可愛い娘もいるんだよ。二人の子供？つまり仮想世界で子作りよ。その手なっつー。私が男性のアバターでダイブすれば、お姉様と存分に愛を育む。おっと、よだれが。え、いや、ユイちゃんは私とキリト君の本当の子供ってわけじゃなくて、それに VR ゲームだと自分と異なる性別のアバターは使えない仕様なんだけど。さあアスナさん、私に仮想世界での子作りの仕方をレクチャーしていただきたいんです。今の話聞いてた？近いから。もう VR ゲームを健全な目的で使っちゃいけません。ユサさんが聖剣を出してない時ってアラスラムスちゃんはどこにいるんですか？どうなのかしら。私の中かな。聖剣を格納してる間はずっと私の頭の中で大騒ぎしてるし。それは大変そうですね。そうなのよ、勤務中もパパに会いたいって聞かなくて、全く仕事が手につかないし。そういう点ではゆいちゃんは聞き分けが良さそうで羨ましいわ。まあゆいちゃんは基本的にはキリト君、パパと一緒にいることの方が多いですから。パパといえばアラスラムスちゃんのパパって魔王さんなんですよね。どうなんですか、最近のママとパパの関係は。別に私とあいつはそういうんじゃないわよ。お互い忙しくてプライベートで会ってないし、そもそもあいつと会うのは勇者としての。なんだか忙しくてすれ違い気味のカップルみたい。お互い自分の娘も娘のパパも大事にしていきましょう。キリトさんだっけ、あの黒ずくめの人、ずいぶん仲良さげだったじゃない。もしかして付き合ってるの？まあね。やっぱり絶対にそうだと思ったのよね。ねえねえ、二人はいつから付き合ってるの？告白はどっちから？もうそんなに根掘り葉掘り聞かないでよ。そういうあなたは好きな人いるの？あ、赤くなった。もしかしてそんなのいるわけないじゃない。変なこと言わないでよね。まったく。みことちゃんの電撃っていろいろな使い方ができてすごいけど、
威力はどれぐらいなの？ SAO でエンカウントする雷獣エネミーと同じくらいかな。私の電撃は最大電圧10億ボルト。その気になれば落雷を発生させることだってできるわよ。10億ボルト？レベル5の能力者をそこら辺の雑魚エネミーと一緒にしないでほしいわね。恐れ入りました。ミコトちゃんが SAO に来たらゲームバランスが崩壊しそうね。でもそんな私の電撃を何度食らってもピンピンしてる変態が身近にいるのよね。そんな頑丈な人この世に存在するの？電撃をもろに浴びながら、お姉様の愛でしびれて心地よいですわとか言い出すのよ。信じられる？あ、なるほど。誰のことか大体分かったかも。これが10億ボルトの電撃。クロコさんはなぜこれを受けて平気なの？信じられない。改めて考えてみると、俺とアスナが今まで本気でデュエルしたことなんてあったっけ？どうかしら。お遊びでなら何回かあったかもしれないけど、私もキリト君も対人戦の戦績なんてそんなに気にしていなかったからね。でもいい機会だわ。面白そうだし、お互い手加減なしでいきましょう。いいね。それじゃあ負けた方が今日の昼飯おごりってことにしないか？俺が勝ったらまたアスナお手製のバケットサンドをご馳走してもらおうかな。もちろんいいよ。それじゃあ私が勝ったら、キリト君はまたラグーラビットを捕まえてきてね。それは何が何でも勝てないのだな。手加減しないでって言ったのに。本当にキリト君はこんな時でも優しいんだから。ちょっと小耳に挟んだんだが、アスナさん料理が趣味なんだってな。なんとなく親近感が湧くよ、そういうところ。親近感？サトミ君も料理とかするの？なんだかすごく意外。うちには食べ盛りのちっこいのがいるからな。出来合いのもんじゃ栄養も偏るし、民系の仕事は体が資本でもある。しっかりしたもん食って体力をつけとかねえとだから、普段から自炊するよう気をつけてるんだ。そっか。まあ一生懸命料理する理由なんて誰でも同じようなものだよね。でも料理ができる男の子ってモテるでしょ？エンジェちゃんがご機嫌斜めになって大変だったりしないの？こうか不幸か、そのあたりについちゃ全然心配することねえよ。レンタロウくんってなんだかキリトくんと少し雰囲気が似てるわよね。髪型とか人を寄せつけにくい雰囲気とか、あといつも黒っぽい服のところとか。これは高校の制服なんだから仕方ないだろう。服に金使うくらいなら家賃に食費に水道光熱費、払わなきゃならないものがいくらでもある。誰かが飯だけでも作ってきてくれればまた別だけどな。あ、そういえばアスナさん料理が得意なんだろ？キリトにいろいろ作ってきてるらしいし。そんなにキリトに似てんなら俺にも何か作ってきてくれよ。キリトのついででいいからさ。仕方ないな。今度キリト君用に何か作ってきた時の残り物でもよければ持ってきてあげるわ。あくまで残り物が出たらだからね。キリト君意外と食べるし、この間も結構用意してきたのに。はいはい、いろんな意味でごちそうさんと。男の子ってみんな食い意地が張ってるの？それともそんなとこまでキリト君に似てるのかな？キリトさんに聞いたんですけど、アスナさん
どうして急にお料理を？もしかしたら誰か食べてもらいたい人がいるのかな。それは愛情は最高の調味料ってわけじゃないけど、食べてもらう人が決まっているなら、その人への思いの強さが料理を美味しくする秘訣になるのよ。いつも一緒にいてくれるお友達とスバルさん、お世話になってるコーチに何かお礼がしたくって、ありがとうって言いたくて、それで美味しいものを作りたいんです。なるほどね。それならその気持ちをしっかり込めて、とびっきり美味しいのを作ろうね。小学生の女の子とスバルさんは高校生だっけ。結構好みが違いそうだけど、何がいいかな。アスナさんは随分とお料理が達者でいらっしゃるとか、先ほどキルトさんがお話ししていましたよ。まあ人並みよりはよくできるかもしれません。料理スキルはコンプリートしていますし、正直 SAO では料理スキルなんて上げてもちっとも攻略の役には立たなかったですけど。あ、でもキリト君ともう一度パーティーを組むきっかけにはなったかな。そういう意味では攻略の役に立ったのかな。何か、あ、いえ、やっぱり出来合いのものより自分で作った方が美味しいですからね。そうですね。それに大切な人には自分の手で作った料理を食べてもらいたいものね。大切な人ってお兄さんですか？内緒です。やっぱりみゆきさんの育った家もしきたりや礼儀作法に厳しかったりするの？ええ、そうですね。私は柴家、いえ、四つ葉家の次期当主候補筆頭として、幼少期より様々な教育を受け、お勉強や魔法の実技についても水準をはるかに超えた成果を常に求められていました。そうなんだ。みんなの期待に応えるために頑張ってるんだね。はい。でも敷かれたレールの上をただ従順に進んでいるだけ。そう思うこともよくあります。自分が愛する相手も選べない、本家が認めた相手しか許されないなんて、おかしな話ですよね。そっか。でもエリートコースとか一族からの期待とかさ、そういうのをあんまり気にしない方がいいと思うよ。私もさ、わかるんだ。みゆきさんのそれと似たような重圧に押しつぶされそうになったことがあるから。ありがとうございます。もし今後無理だと思った時は、アスナさんに相談させてもらえますか？もちろん。私たち友達でしょ。辛い時はいつでも呼んでよね。運命は自分で切り開くもの。私が教わったこの言葉を今度は私から伝えていく番ね。こんな戦場に女の子ってのも場違いだな。ま、戦地派遣留学生の俺が言えたことじゃないけど。あら、失礼ね。これでも剣の腕はそこそこ評判なんだから、女だからって油断してあっさりやられちゃっても知りませんからね。それじゃ気を引き締めるよ。その前に一つだけあるんだけど、いいかな。何よ。君が剣で戦うように、俺はこのハンドアックス、プラスチック爆弾を使って戦う。爆弾ってのは知っての通り、爆発の熱と爆風でダメージを与えるものだ。つまり爆風で偶然にも全くの不可抗力でその短いスカートがめくれ上がったりしても、俺は悪くないよね。むしろグッジョブ。悪くないわけないでしょ。まったく、そもそもスカートの中は見えないように視覚化エフェクトが働いてるのよ。何そのコス、ファンタジー系のアニメ、それとも何かの格ゲーキャラ。コスプレじゃないわ。これは血明騎士団のユニフォームよ。
説明騎士団？うわ、何その名前、ダッサ。考えたやつセンスなさすぎでしょ。中二病かっつーの。ちょっと、そんな言い方しなくてもいいじゃない。私だってそのこの手のギルド名はちょっとどうかなと思ってたけど、口にしなかったのに。お、でも、そのコスは超可愛いじゃん。剣も鎧もクオリティ高そうだしさ。そうだ、私が勝ったらちょっとそれ着させてよ。じゃあ私が勝ったらあなたも決明騎士団に入ってもらおうかな。そうすればどちらにしろ着られるでしょ。え、それは嫌だかも。ダサいし。じーな、何キリノちゃん、どうしてさっきからそんなにじーっと見てるの。アスナさんってさ、その服といい、剣といい、絶対領域といい、切り分かしたら超燃える出来栄えになりそうだよね。うん、私なら買う。そうなの。ありがとう。もちろんスカートは別パーツで取り外し可能にして、下着をもちろん白っけないで。え、スカート取り外し、白下着。別売りコスチュームも同時発売で、初期の赤い服の装備とかバニー服とか着せ替えできたりするの。いやいや、いっそ関節可動タイプにしてあられもないポーズを取らせちゃうとか。うん、たまらんですな。やめて、人のフィギュアで変なこと考えないでよ。キリノちゃんこそフィギュア化されたらすごく人気が出ると思うんだけどな。決明騎士団副団長、閃光の二つ名を持つ剣士、貴様との戦いは私にさらなる強さを与えてくれそう。こんな感情は久しぶりだよ。私もあなたの戦場をかけた青の魔女と戦えて光栄だわ。あなたの戦場経験に比べたら私の戦いなんて所詮ゲームのようなものかもしれない。でも私も私の戦いの中で悲しい思いや悔しい思いを乗り越えてきた。それがどれだけ私の力になったのか、あなたとの戦いで試したい。貴様はゲームなどではない、いい戦いを経験しているよ。戦いにいい悪いはないの。自分を高めてくれる戦闘というものは確かに存在していると思う。私も貴様の心に何かを残す戦いができるよう尽力しよう。ありがとうございます。その言葉に応えられるよう精一杯頑張ります。勝ち負けを超えたいい戦いだった。私もこの戦いの中で思いを届けられていたら嬉しいんだけどな。決明騎士団副団長、相手にとって不足はないぜ。剣を抜け、勝負だ。嫌です。格闘家って人たちは本当出会ったらすぐ戦い戦いって。私は戦いたくないんでお帰りください。これは痛いところをつくな。だが強敵を前にして、はいそうですかと帰るわけにはいかない。俺の心はもう燃えてるんだからな。燃えてるか燃えてないかとか関係ないですよね。さっきの話聞いてました。そうだな、確かに燃えてるかどうかなど無粋だった。そう、強敵が二人出会えば即戦いあるのみ。そこに迷いや感情など必要ないのだから。ああ、もうダメ、この人話が通じない。それじゃあ行くぜ。オラ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 。次はキリト君に会いに行く。もう帰って。これからも一緒に夢を見ようね。